家白アリは、白アリ目溝頭白アリ下に分類される白アリの一種。建築物の害虫として重視される白アリである。別名、台湾姫白アリ。中国名は父白アリ、台湾出入。大きさは、有刺中で7から8ミリメートル。働きアリで5から7ミリメートル。女王アリは大きいもので40ミリメートルに達する。兵隊アリは、頭部は、 卵円形で扁平、大顎は鋭く湾曲している。また、ユーシムシが頭部が褐色で胸腹部は高褐色である。トシ白アリに似るが全体的に大きい。また、兵隊ありの頭部は本種の方が幅広い。また、ユーシムシは本種が淡い褐色で大きいのに対して、トシ白アリは全体に小型で黒っぽいので明確に判別できる。 他のシロアリと同様社会性昆虫で、集団をなし、枯れ木や朽木を食べる。その内部に巣を作る。特に湿った材を好む巣は、財の中に至るところに掘られた巣穴と、財の外に続く巣穴に作られた、海上の巣からなる。この巣は、湿ったところの地下に作られ、そこからあちこちの材へとトンネルをつなげ、大規模に食害する。一群を構成する。 個体数は最大で100万に達する。団地性の種で、その定着の条件として、1月の平均気温摂取4度、最低平均気温摂取0度とされる。野外では、本州では、静岡県以南に分布、屋内では神奈川まで知られるが、温暖化により、その拡大が懸念されている。世界的には、中国から台湾にかけてが、原産地と考えられるが、北、アメリカ、 アフリカ東部、スリランカ、ハワイなど世界的に分布を広げている。日本本土ではヤマトシロアリと共に被害の大きいものである。ただしヤマトシロアリより家アリの方が大規模な被害を引き起こしやすい。被害は建材以外にも書籍、流木や時には地下ケーブルまで攻撃を受ける。ありがとうございます。